こんばんは、ゆっくりです。この動画は、ゆっくり謎解きミステリー、七種のクイズの回答編、です。それでは、始めさせていただきます。問題は全部で4問。1、犯人は誰か？ 2、連続バラバラ殺人犯と、同一犯か？ 3、2、の根拠となるものは何か？ 4、被害者は本当に、安派か？でしたが、回答は、1、安派。2、違う。3、なた。4、イエス。解説に行きましょう。警部、どう思います？何が？いや、会社の死骸ですよ。両足切断された上に、首ですよ、首。むごいもんだ。だが、おそらくこいつは会社じゃないだろう。どういうことですか、警部？お前も知っての通り、こいつは覚醒剤の常習者だ。今日ここに踏み込んだ時は、もう仏さんだったがな。テーブルの上には直前まで、注射を打っていた痕跡がある。そして床に転がっている血まみれの、ナタだ。犯人がこんなもの置いていくだろうか？大体なんで足や首を切る必要がある？あくまで仮定の話だが、俺が考えるに、こいつは自分で自分の体を、切り落としていったんじゃないだろうか？そんな、まさか。でも、もしそうだとしたら、何のために？そりゃあ、俺にもわからん。ただ、一つ言えることは、こいつの陶酔しきったような半開きの目だ。どう見ても殺されたって感じじゃないな。きっと薬のせいで幻覚を見ていたんじゃないかな。だから痛さも感じなかったのかもしれん。鏡の前に倒れているところを見ると、奴は薬に溺れきった絶望の淵の中で、やっと見ることができたんじゃないかな。何をですか？自分の真実の姿を、さ。その薬で濁りきった目でな。いかがだったでしょうか？この動画では、皆さんからのご意見、ご感想など募集しております。また、一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも、募集中です。メールやツイッターなど、概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださって、ありがとうございます。お相手は、ゆっくりでした。おやすみなさい。